フジテレビ系で放送されていたバラエティ番組、笑っていいとも、でいいとも青年隊として活躍していた、岸田健作が、今年冬にスカバーで放送予定のドラマ、君と私の恋レターで演出を担当していることが明らかになった。ドラマの演出を岸田が担うのは、今回が初めて。写真、2013年頃の、 岸田検索1997年から2000年まで10代目、いいとも青年隊を務めていた岸田は、元祖、おバカキャラとして、芸能界デビュー。当時は5本のレギュラーを持つなどブレイクを果たしたが2005年頃から、だんだんと芸能界から姿を消し、一時はホームレスになったことも、2012年にはエッセイ、昨日、ホームレスになった、を出版していた。エッセイ本の出版で、 数々のメディアに取り上げられた岸田は、その後、舞台や V シネなどに出演していたが、現在は、ドラマの演出の他舞台の脚本、演出などを行っている。ドラマ発演室となる、君と私の恋レターは制作中で、若手俳優の指導にも当たっているという。また、岸田は、アーティストとして、ビジュアル系、バンドロービンのボーカルも務めていたが、2015年からは、 ソロプロジェクト、アシュベリーとして活動している。ロービンは、現在活動休止中。編集部、海江田ダタ